ヤッホーマミです。マミのグッズ収納術、イエーイ。久しぶりにやってまいりました、このグッズ収納術。まあ後ろの CD の飾り方とか、まあこういう横のポスターの飾り方とか、そういうのもいろいろ解説してきたんやけど、今回はラバ版の収納についてです。もうこの質問がめちゃめちゃ多かった。ラバ版どうやって収納してますかってめちゃくちゃ聞かれるのよ。で、私今回めちゃくちゃシンデレラフィットするものを見つけたので紹介したいと思います。まずラバ版とは何かっていうことやねんけど、まあラバ版、ラバーバンドと呼ばれるものです。バンドのグッズの中では結構定番アイテムになってて、こんな感じの、まあゴムみたいな、シリコンみたいな、こういうバンドやねんけど、そのバンドのロゴとかそういうものが入ってたりとか、ツアーのタイトルとかが入ってたりとかして、1個500円ぐらいやから、まあ、結構気軽に買える、ラバ版だけ買って帰ろうかなみたいなことをしやすいグッズやと思います。で、これ買って帰りやすいから、結構みんな家に大量に溜まってるよみたいなのが多いのがこのラバーバンドです。今回このラバーバンドをどんな感じで収納しているかっていうのをお話ししたいと思う。みんな多分一番多いのはこの突っ張り棒を使って飾ってるのが一番多いんじゃないかなと思います。で、この突っ張り棒、まあ100均とかでも売ってるし、まあ長さもいろいろあるから、まあ、こんなに長いのもあれば、ほんまにこんぐらいのさ、短いサイズもあるし、まあこれ伸ばしたりも縮めたりもできるから、まあ、ラバ版収納にはこの突っ張り棒を使ってる人が多いと思います。こんな感じで突っ張り棒にラバ版をこうやって通して、まあ、棚とかの間に突っ張らせるとか、こういうね、S 字フックを端っこにつけてどこかに引っ掛けるみたいな感じで飾ってる人が多いんじゃないかなと思います。で、この突っ張り棒、まあ長さもいろいろあるし、100均でも売ってるからすごい便利ではあんねんけど、やっぱりこの取り出す時にさ、まあ、手前の方は全然スッと取り出せるからいいねんけど、この真ん中ら辺のラバ版を取りたい時に、これを一回さ、まあ、壁から外して、これを一回全部取って、こうやって。取って、取りたいラバ版を取って、またこうやって入れて、で、それでもう一回戻すみたいな。この作業が私、数が増えれば増えるほど大変やなと毎回思うのよね。だから、最近はこの突っ張り棒を私やめました。で、その突っ張り棒をやめた代わりに使ってる商品がこちら。ニトリの滑りにくいスカートズボン5段ハンガーです。これ、このハンガーがもうめちゃくちゃ優秀なのよ。これ見てほしいのが、1、2、3、4、5段になってんねんけど、ここにラバ板をどんどん収納していきます。で、これ、この上の4段はバーを持ち上げると外れます。外れたところにラバ板を入れていきます。まあ、1段丸々埋めてみるとこんな感じになります。めちゃめちゃ良くない？この1段きっちり収まってる感じ。しかも、まあ今これ適当にブワーって並べたけど、まあ赤、青、黄色みたいな感じで色ごとに分けていくのもいいし、アーティストごとに分けていくのもすごいいいかなと思うねんけど、一段につけれるラバ板の個数が、まあ一番スタンダードなラバ板の太さで今これ18本ぐらい一段で入ります。なので 18×4 段で、まあこれ1個だけでも72個ぐらいは収納できるのよ。このサイズ感で。さっきの突っ張り棒でこの72個収納するって考えたら、1段の長さでこれやから、もう突っ張り棒をこれの後多分3倍、4倍ぐらいの長さが必要なのよ。っていうことを考えたら、もうこの幅で72個つけれるのって、めちゃくちゃ良くない？てか、ありがたいなと思う。もううちの壁見てもらったらわかんねんけど、壁の幅がさ、もうポスター貼ってたりとか、CD 飾ってたりとかしたら、もう壁がそんなに存在せへんのよ。だから、もうこのサイズ感で収納できるって、めちゃくちゃ便利やなと私は思って、最近これを使ってます。で、持ってるラバ板の数がそんな多くないから、まあ、この4段がぎっちりまだ埋まる個数持ってないねんけど、まあ、これを持ってれば、まあ、だいぶ収納できるんじゃないかなと思います。上の4段はバー取り外せんねんけど、この一番下だけ取り外されへんのよ。で、この一番下に、私は、ちょっと前のショートを見てくれた方はわかると思うんだけど、この行き場のなくなったドリンクホルダー、これを引っ掛けてます。バーが外されへんから、もうここに、カチャッとっていうのをブワーって並べて使ってます。この一番下まできっちり使いどころがあるって、めちゃくちゃ良くない？それこそ、まあ、ドリンクホルダー持ってない人とかは、なんかこういう感じのさ、カチャってさ、できるタイプのキーホルダーやったら、まあこれに、このまま、ぶら下げるのも可愛いし、袋に入ったタイプの缶バッジとかやったら、なくすの嫌やからあんまつけれてないとか、多分家にいっぱい眠ってると思うのよ。だからこういうのを、こういう感じのさ、100均とかで売ってる可愛い洗濯バサミ、こういうのを使って、まあ、こんな感じで
まあ、ぶら下げてあげたりとかするのもめっちゃ可愛いかなと思います。私が持ってるやつを全部つけてみるとこんな感じになります。私が持ってるラバ版の量がそんなに多くないからちょっとバランスは悪くなっちゃってんねんけど、まあ、基本的にこのバーが外れる取り出しやすい手前の方によく使うラバ版たちを固めてます。だからこれやったら、まあ、バニラズとか、まあ、火炎が手前に来るように、でこれちょっとフォーリミーとかドラマストアとかオーラルとかキートークが手前に来るようにして、で奥はフェス系のラバ版とかはあんまり出番がないからこう後ろの方みたいな感じでこうやって飾ってます。そうするとラバ版取り出すときにすごい楽やからっていう感じでこの辺はやってます。私はこの上の3段はラバ版にして、その下はフェスとかの時につけてたリストバンドをこう入れるようにしてます。こういう紐型とかもね、まとめて飾るとなんかすごいいい感じかなと思ったりとか。で、最後に一番下にこのドリンクホルダーね、ペットボトルホルダーをいっぱいぶら下げてます。このバーが取り外されへんから、こうやって引っ掛けるタイプのものをつけるのがいいかなと思って、これを私はこのまま壁にかけたりとかしてます。この上がハンガーになってんねんけど、この部分にもフックがついてます。でこういうフックのところにこうライブ行ったりとかするとなんかたまにゲストパスがグッズであったりとか、こういうゲストパスっていうものをまあひとまとめにしてこれを引っ掛けたりしてます。まあ、こんな感じでここに引っ掛けたりとか、まあここは一番お気に入りというか一番出番が多いラバ版をこうやって引っ掛けるのとかでもいいんじゃないかなと思ったり、まあそれこそストラップとか、なんやろ、なんかぬいぐるみみたいなタイプのやつあるやん、ああいうのを引っ掛けたりとかするのもすごいいいんじゃないかなと思います。そしてお値段がなんと499円です。ワンコインであんなにラバ版を収納できるってめちゃくちゃ良くない？ほんでニトリで売ってるし、ハンガーやから親と買い物行った時に、あ、そういえばハンガー欲しかってんなみたいな感じでちょっとしれっと買ってもらうとかもありなんじゃないかなと個人的には思ってます。なのでまあそれ以外の人とかもワンコインやからまあすごく手出しやすい価格帯にはなってるので、よかったら使ってみてほしいなと思います。これ試してみてほしいなと思います。これ以外でもまあ飾る方法はいっぱいあると思います。私的にはこれが一番取り出しやすいし飾っててもいい感じになるんじゃないかなと思って結構これを使ってんねんけど、もしね他のこんなやつ便利だよとかこういうのに入れてますみたいなのがある人はコメント欄で教えてほしいなと思います。また新たな飾り方を見つけたら動画にするので、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ということでマミでした。ほなねー。